明治37年、1904年、二階堂徳代は希望に胸を膨らませ、石川県立高等女学校に着任しました。しかし、体育を教えることを命じられ、大きなショックを受けました。学生時代、和歌と読書に夢中だった徳代は、大好きな国語を教えることを楽しみにしていたからです。号令に合わせてただ体を動かす体育は、徳代が一番嫌いな教科でした。しかし教員になったからには、嫌いだと言ってはいられません。仕方なく体育の教員として指導を始めました。ところが3ヶ月ほど経った頃、不思議なことに気づきました。運動をすることで体が弱かった自分が健康で活発になっていたのです。毎日の運動の効果を自分の体で体験してから、徳代は進んで講習会に参加し、熱心に体育を勉強するようになりました。体操の専門学校出身の外国人宣教師に出会い、ヨーロッパで教えられている女学生用の体操を習うこともできました。一方、休日や夏休み、冬休みは自分が覚えた体操を他の学校の先生たちに教えることにも力を入れました。いつしか徳代は体育の指導力を多くの人に認められるようになっていました。明治44年、1911年、徳代は東京女子高等師範学校、現在のお茶の水女子大学の助教授になりました。そして翌年、留学生に選ばれ、イギリスに向かいました。体育嫌いだった徳代が、日本の女子体育の未来を背負うことになったのです。徳代の留学先は、マダム・オスターバーグが校長を務める名門、キングスフィールド体操専門学校でした。わざわざ日本から助教授が留学生としてやってきた。徳代を迎えた先生たちは、すでに助教授の資格を持っている徳代に対して、何を教えればいいのか困ったといいます。そのため、マダム・オスターバーグの提案により、徳代の実力を確かめるためのテストが行われました。水泳を知っていますか？ホッケーやラクロスを知っていますか？ダンスを知っていますか？マッサージを知っていますか？徳代は次々と向けられる質問に、すべて知りませんと答えるしかありませんでした。当時の日本の体育の授業は、先生の号令に合わせてただ体を動かすというもので、徳代もそれ以外の知識は持っていなかったのです。結果はすべて0点。徳代は呆れ顔の先生たちにこう言われました。一体あなたは生徒に何を教えていたのですか？徳代は黙ったまま唇をかみしめました。キングスフィールド体操専門学校での生活は驚きの連続でした。寄宿舎の部屋はホテルのようにきれいで、掃除をしてくれる専門のスタッフまでいるのです。しっかりした体を作るために、午後のおやつや夜食を含め、食事は1日5回も取ることになっていました。また動きやすいように工夫されたチュニックという制服も準備されていました。生活のすべてがよりよく運動するために工夫されていたのです。徳代はこのような恵まれた環境の中で、できるだけ多くの運動を学ぼうと思いました。他の生徒の何倍も練習に打ち込みました。
特に水泳の上達ぶりは周りが驚くほどでした。実は徳代は水泳の練習は1日1回30分という水泳の授業の決まりをこっそり破り、1日3時間以上も練習していたのです。決まりを破っていることを知った水泳の先生は怒ってこう言いました。決まりを守れないなら水泳の成績を0点にしますよ。それに対して徳代はきっぱりこう言い切りました。私が望んでいるのは水泳の成績ではなく泳ぎをマスターすることです。私には時間のゆとりはありません。水泳以外にも覚えたいことがたくさんあります。早くマスターしたいのです。徳代の熱意に負けた先生は、好きなだけ泳いでいいという許可を与えました。徳代はこの他にもクリケットやラクロス、ダンスなどたくさんのスポーツに触れました。自分たちで作戦を考えたり声を掛け合ったりする運動は楽しく、時間を忘れて体を動かしました。徳代はこの運動の楽しさを日本の人たちにも伝えたいという思いを持つようになりました。留学して1年が経った頃には、徳代はキングスフィールド体操専門学校で教えられたことをほとんどマスターしていました。わずか1年の間の成長ぶりに驚き、天才だと徳代を褒める教授もいたほどでした。しかし自分が天才でないことは徳代自身が一番よく知っていました。この頃から徳代は自分の後に続く者たちには同じ苦労をさせたくないという思いを強くしていました。そのために日本に帰ったら女子の体操専門学校を作ろうと決意したのです。大正4年1915年に帰国した徳代は、女性の体育の先生を育てるための国立の専門学校の必要性を訴え、国に専門学校を作ることを要望しました。しかし実現はしませんでした。そこで徳代は自ら学校を作ることにしたのです。開校までには多くの困難がありましたが、困難にぶつかるたびに知りませんとしか答えられなかった頃の自分を思い出し、乗り越えたのです。徳代が二階堂体操塾、現在の日本女子体育大学を開いたのは、帰国してから7年目の大正11年1922年、42歳のことでした。徳代は運動の楽しさを教えることができる教員を育てるために、二階堂体操塾での授業や寮の生活にイギリスで学んだことをできるだけ取り入れました。開校して間もなく、徳代は真新しい日本製のチュニックを着た生徒たちにこう宣言したのです。この学校ではチャイムが鳴りません。出席簿もありません。何の資格も取れません。しかし体育の教員としての指導力をつけて卒業させることだけは私が責任を持ちます。この時徳代は自分を見つめる生徒たちの真剣な瞳の中に日本の女子体育の未来を見ていました。1年後ほとんどの生徒が体育教師となり、徳代のもとを巣立っていきました。彼女たちは日本各地の学校で徳代に学んだ楽しい体育を広めていったのです。